私本業は劇作家演出家で作品を作るのが一番の仕事です。主にはいわゆるストレートプレイを作ってますけれども、ヨーロッパではオペラの演出なんかも増しています。で、一方で、2000年から、桜美林大学を皮切りに、大阪大学、東京芸大と、さまざまな大学で、演劇そのものも教えるんですけれども、演劇を使ったコミュニケーション教育、あるいは、あともう一つは、アートマネジメントですね。これも、どちらかというと、アーティスト寄りの、アーティストが、自分の作品をどういうふうに社会の中に位置づけていくかとか、そういう授業を担当しています。もう一つ、仕事というか、その演出家なので、芸術監督として、様々な劇場の立ち上げとか、運営、とかを、してきました。はい。劇作家っていうのは書斎でもう一人で書く作業ですよね。で、演出というのはもう集団でやる作業で、それでバランスをとっていて、さらにこう第三極として、マネジメントもするってことですね。で、日本の場合には、芸術監督という制度はまだ馴染みが薄いんですけれども、ヨーロッパでは演出家っていうのは、ある程度の年齢になると、普通は、劇場の芸術監督になって、プログラミングとかマネジメントも行うっていうのは、ヨーロッパの演出家の普通の、コースなんですね。もともと大阪大学で、石黒博さんという、世界的なロボットの研究者と一緒に、ロボット演劇を作っていました。で、芸大でも、それの延長線上で、ロボットと、アートの融合ということですね。それの研究をしてきました。で、授業の中で、でも、例えば、東京芸大の授業でですね、ロボットを使って何かアート作品を作るっていうのを、音楽学部や美術学部の学生とやってきました。僕がよく学生たちに説明してきたのは、例えば今、ビデオアートとかのない現代美術館っていうのはもうないですよね。映像って非常にアートの中、コンテンポラリーアートの中に入ってきてるわけですけど、これたった30年ぐらいの歴史なわけですね。おそらく、少なくとも、20年、早ければ10年ぐらいのうちに、ロボットのいない、現代美術館ではありえない存在になってくると思います。ロボットとは非常にアートの中にもう入ってくることは間違いない。で、当然東京芸大は、世界最先端の、アートの大学なわけですから、当然そういった事業を、今後作っていかなきゃいけないんじゃないかと思っています。それの、先駆け的なことはできたかなというふうに思っています。難しさはそんなにないですね。まだロボット工学がアートに追いついてないので、アートの側からの難しさはないですね。工学者はとても大変だと思いますが、アーティストの要求に応えるっていうことが。例えば私たち、アルスエレクトロニカとリンツにある、メディアアートの殿堂みたいなとこあるんですけど、そこで大きな賞をいただいて、僕と石黒先生にいただいたんですけど、で、アルスエレクトロニカに行ったんですけど、私たちからするともう、まだおもちゃぐらいの段階で、要するに、ロボットを使ったアートというと、例えばロボットを使った演劇っていうのは世界中で試みられてるんですけど、一つは、大学の実験室の中で行われているので、非常に芸術性が低いもの。学芸会みたいなもの。あるいはアーティストがやる場合には、ロボットのスペックがすごく低いので、本当におもちゃみたいなもの。で、たまたま私大阪大学にいて、東京芸大に呼んでいただいたので、要するに最高峰のロボットを最先端のアートと融合させることができる立場にあったということですね。で、これが私だけではなくて、こういう人間が世界中に増えてくると、一つの大きな新しいアートの領域になっていくかなと思いますけど、今まだまだそんなところには来てないっていうことですね。どっかでこう、イノベーションが起こるんだと思います。アーティストとしては無限に広く捉えるべきでしょうね。そのロボットを規定するものっていうのはないので、どこからがロボットということはないんです。
だからいくらでも無限に広がっていくと思います。で、問題は、その、まあ、どう使うかっていうアーティストの側の問題なので、そこで新しい発想が出てきたときに、まあ、新しいロボットの使い方ができるっていうことですよね。多分、すごく優秀なロボットアーティストというか、ロボットを作るアーティストが出てくるでしょうね。今は工学系のアプローチしかないんですけど、アーティストの側からロボットを作っていく人間が多分出てくると思う。いくつかのレイヤーがあるんですけど、まず、ロボット研究の最大の課題は、どうやってロボットが社会に入っていくかっていうことなんですね。で、そうすると、例えば物をこうきちんと掴むっていうの行為は、こうガシって掴んじゃうと怖いわけですよね。でも、ロボットって今までこう、ロボット工学者でこう正確に掴むっていうことがロボット工学者の一番の研究課題だったんですけど、今度は、その怖がられないように掴むみたいなことが必要になってくるんですね。で、そういう研究は行われていて、どうやってロボットに無駄な動きを入れるかとかって研究はなされてたんですけれども、なかなかうまくいかなかった。で、僕がそのロボット研究のチームに入ることによって、まあロボットを演出するってことが始まったわけですね。それまでのロボット研究者は、人間に、構造を人間に近づければ人間らしくなると思ってたんですけれども、そうはいかなかったんですね。そういうふうに統計的には動かない人間は。で、私たち演劇人はもう2500年間もどうすれば人間が人間らしく見えるかっていうことをやってきたわけで、こっちに深い知見があったわけですよね。だからそのロボットの研究の進歩というところでは、その基礎研究的なところではものすごく役に立つってことは分かっていて、実際に石黒研究室では、なぜ僕が演出をするとロボットが人間らしく見えるのかってことを解析し、パラメーター化、数値化ですね、パラメーター化して、まあ、特許を申請したりとか、何人も学者論文を書いたりしてきたので、その部分では、まあ、それを社会実装というならば、非常に遠いスパンですけれども、基礎研究の部分では非常に貢献できることはもう分かっている。で、まあ、ただこの COI はもうちょっと現実的な商品化とかを目指さなきゃいけないので、まあ、やってきたことは、ちょっと教育の部分でですね、例えば、まあ、Android で遠隔操作をして、海外にいる、日本語の授業の先生にする。例えば途上国なんかに、危険なところとかに、まあたくさんの日本人の先生を送り込むことは非常に難しいんで。まあ一方で、日本語教員というのは、まあ9割方女性なんですよ。で、そうすると、例えば出産とか子育てとか親の介護とかで日本出られない、すごく能力があるだけ日本出られない先生方。で、そういう方たちに遠隔で日本語教育を、これをアンドロイドを通じてやる。今も、よく英語教育は、フィリピンとかの方に、ネットで習ってる方、今日本で多いですね。で、これを立体でやると、ますます効果が上がる。まあ、そんなことをやったりとか。あるいは、教育産業と組んで、まあ、遠隔での授業。まあ、これもこう立体でやる。まあ、今は、ズームとかでやってますけれども、これ立体でやるっていうのことが、を試したり。あれ実際にロボットを使った英語教育の授業、小さなロボットを使った英語教育の授業とかの開発を、まあ、してきました。まあこれはいずれ商品化されていくと思うんですけど、これ急ぐ、まあ COI ですから急がなきゃいけないんですけど、わかりやすい例で、まあわかりやすいかどうかわかんないんですけど、まあ欧米では演劇教育ってすごく盛んで、例えば高校の選択実習なんかで完全演劇があるわけですね。日本では、音楽と美術と書道なんですけど、多くの国は音楽と美術と演劇なんですね。で、例えば書道教育なんかで演劇をやる場合に、人形劇とかよくやるんですよ。仮面劇とかね。と人形を通じてならば喋れるって子が結構いるんですよ。あるいは、例えば発達障害を持った子なんかで、人形となら喋れるって子がいるんですよ。で、そういう、こう、教育的な役割もロボットっていうのは果たせるんじゃないかっていうふうに考えています。実際にもう、まあ、これ名前言ってるのが、ベネッセの真剣ゼミなんかでは、ロボットを教材として配ったりしているので、まあ、そこの監修なんかもお手伝いしてきたんですけれども、なので、そのレベルではもう入ってきてるんです。なので、例えば今、皆さん電子黒板とか、タブレットでを使う授業ってもう普通ですよね。で、これ大体10年ぐらいで普通になりました。
そういう意味ではまあ10年ぐらいで普通になるんじゃないですか、ね、教室にロボットがいるってことは普通になると思います。今までもですね、まあ実験段階ですけれども、障害を持った方がアバターとしてアンドロイドを会社に置いておいて自宅でそれを操作して、まあ、勤務するなんてことは実験的には行われてきていたので、今回このリモートってことが非常に注目される中で、これはまあ相当脚光をこれから浴びるだろうと思っています。ですからロボットについては非常にチャンスです。演劇についてはピンチです。まあ、私たち人を集めるのが商売なので、これ集まっちゃいけないというのは非常にまあやっぱり大変ですよね。皆さんすごく今苦労しているところです。そうですね、まあ、僕はそのもう一つの領域として演劇を使ったコミュニケーション教育をずっとやってきたんですけれども、まあ、その中で非常に重要なのは、会話と対話をきちんと区別して、まあ、カンバセーションとダイアログですね。で、日本人っていうのはカンバセーションはできるんだけどダイアログがちょっと苦手だと、要するに異なる価値観を持った人とのすり合わせとかそういうのは苦手だということをずっと言ってきます。で、それから教育の世界でいうと、まあ、シンパシーからエンパシーへとよく言うんですけれども、まあ、シンパシーっていうのはこう困っている人にこう同情するようなものですね。で、エンパシーっていうのは異なる価値観を持った人に対して共感する、共感しようとする努力とか能力の、で、こっちを育てなきゃいけない。で、欧米で演劇教育が盛んだというのはエンパシーを育てるためなんですね。異文化理解とか多文化共生型の社会になっていくときに演劇というのは必要だというふうにされています。で、今回 の、 ウイルスの問題で、ステイホームとかステイアットホームと言われたんですけれども、その文脈で言うと、カンバセーションは得意だけれどもダイアルは苦手、シンパシーはあるけれどもエンパシーが苦手で、もう一つハウスはあるんだけどホームがない人が一定数いたんじゃないかってことですね。ステイホームってこう無邪気にみんな使ったわけだけれども、英語のホームというのは単なる物理的なハウスではないんですよね。家族とか友人とか人間関係を含めた帰るべき場所をホームというわけですよ、ね、だからステイホームっていうのはすごく優しいニュアンスなんですよ、英語ではステイアットホームって。ところが日本ではそれをステイハウスと多くの人が受け止めてしまう。で、実際に日本ではすごく独居者が多いし、それから人間関係が希薄の人も多いわけです。で、その人たちも無邪気に家にいなさいとだけ言ってしまった。で、無反省にね。で、そのことによって、例えばね、オンライン会議とかでも知ってる人同士だと楽じゃないですか。オンライン会議って。で、たまには会議もいいよね、これからもやろうよ、みたいな感じ。オンライン飲み会とか。でも、友達のいない人は孤独が加速化しましたよね、確実に。そこが問題だったと思うんです。で、そこにもっとみんな目を向けるべきだったと思うんです。で、それはアート、特にライブエンターテインメントは、すごくこう、批判も浴びたんですね、この間。ネット上とか。でもそれはね、本当にかわいそうだなって思ったんですよ。要するに、そういう楽しみのない人たちでしょ。そこで批判した人というのは。人とのつながりとかが希薄な人ですよ。で、そういう人たちにこそアートを届けなきゃいけないんだけれども、そういう届けたい人に届かないっていうジレンマがアートには必ずあって。いつも届いてる人は自分でちゃんと選んでくるから。で、まあ、今日の文脈で言えば、理想論かもしれないけれども、その一つの媒介として、メディアとしてロボットっていうのは、オタクの人にもちょっと受け入れてもらいやすいし、孤独な人にも、人付き合いが苦手な人にも、もしかしたら受け入れてもらえるかな、という一つの選択肢としてね、全部を解決するわけじゃないんだけど、一つの選択肢として、役割が果たせるんじゃないかなというふうには思っています。